ゲイリー・ルイス・レイシッチは、アメリカが州国オハイオ州出身の元プロ野球選手。左投げ左打。中日ドラゴンズでの登録名はゲイリー。広島東洋カープでプレーしたデーブ・レイシッチは実刑。1976年の MLB ドラフト11巡目で、ヒューストン・アストロズに指名され契約。1981年に、ニューヨーク・メッツにトレード移籍し、 1982年4月9日にメジャーデビュー。メッツ時代には、デイビー・ジョンソン監督からは、キース・ヘルナンデスがいるから出番はないが優秀と、実力は評価されていたものの結局メジャー定着はならず、以後、1984年にセントルイス・カージナルス、1985年にサンフランシスコ・ジャイアンツと渡り歩く、1986年に、 中日ドラゴンズに入団し、来日。来日1年目からクリーンナップに定着し、1986年5月4日の広島東洋カープ戦で津田久しみ、9月16日のヤクルトスワローズ戦で小花高尾からサヨナラ本塁打を放つなど、同年36本塁打を放った。2年目の1987年には外野から一塁手となり、 出場辞退したボブホーナーに代わって、オールスターゲームに出場した。1988年には開幕戦敗戦で、迎えた2戦目の4月9日の横浜対応、ホエールズ戦では9回0から0の場面で、ニューラと塩から、サヨナラ本塁打を放ち、6月1日から8月2日、までは不審の落合博光に代わり4番打者として、チームのリーグ優勝に貢献。同年に、 中日に入団したラルフ・ブライアントは中日の外国人枠が当時の制度でゲイリーと各現地で埋まっていることとなって同年シーズン中に金鉄バファーローズからの申し入れによってトレードされるまで一軍で出場できなかった同年の日本シリーズでは第3戦に7番指名打者として出場し中日初の指名打者となった一方のゲイリーは 右脇腹板もあり同年限りで中日を退団し、帰国した。引退後は、ボストンレッドソックス、テキサスレンジャーズ、トロントブルージェイズのスカウトを経て、2011年のシーズンオフからボルチモアオリオールズのスカウティングディレクターに就任。中日時代に通訳を務めた、アシキとシロウとは今でも交流があり、電話などで連絡を取り合っている模様。現在は、 相当太ったとのこと。ゲイリーの応援歌は、石井秋夫の流用曲である山本ンダの狙い打ちが原曲であり、その後、ジョージ品賞ベニー・ディ・ステファーの、マーク・ライアル、アロンゾ・パウエルの応援歌として流用され、中日のチャンステーマに使われていたほか、高校野球や大学野球、社会人野球でも応援歌の定番としてよく使われている。ありがとうございます。